秘宝、メッシさん、クリロナに大逆転される。やっぱりクリロナがナンバーワンやんけ。ロナウドとの議論はなかったものに。でもバロンドールは残るから。八王朝の評価で取ったバロンドールもそのままでいいのか。バロンドールも剥奪しろ。消しゴムマジックで消してやるのさ。0506の CL の王者もアーセナルになるらしい。これって審判側は何の罰も受けんの。賭博絡んでるし、立件されれば捕まるやろ。このクラブ地味に頭おかしいよな。その間の放映権とかってどうなるんや。順位で分配決まるんちゃうんか。全額返金。この話ってここまで深刻なことやったんか。ワールドカップも調べとけ。あの PK の最上やし。クリロナ逆転勝利か。本当に行くやつやん。そもそも勝負になってないしな。バルセロナが大事すぎて、相対的にレアルがめちゃくちゃまともなクラブになってしまう。銀河系とか調子乗って破産しかけた挙句に死に泣きついたクラブやし、スペインにろくな経営しとるクラブなんておらん。スペインってサッカーみんな好きなんやろうけど、クラブはみんなひどいよな。一部下位チームとか冷水シャワーしか出ないクラブとかあるし。実際バルサバ受けるんか。いつも結局なんもならんけど。ガチでやべえやつやん。ワールドカップもやってたやろ。マドリディスタやけど、ブーメラン怖くて叩けない。プレミアしか勝たん。朗報、1415の CL 剥奪でぶっこんさん、CL 制覇へ。